ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙です。ねえ魔理沙、この前飲食店に行ったんだけど、新人っぽいアルバイトに店長がマジギレしてたんだ。怒るのは仕方ないにしても、お客さんの前で怒るってどう思う？場の雰囲気が悪くなるからよろしくはないよな。ご飯も美味しくなくなるだろ？本当よ。場所をわきまえてほしいわ。店長をフォローするわけじゃないが、店長も人間だからな。ダメだとはわかっていても、見境なく人前で怒ってしまったのかもな。まだまだ人間ができていないわね。どうかな。人間本当に怒ると周りが見えなくなるもんだぜ。例えばテレビに出てる有名人だって、収録にもかかわらず、マジギレした姿をあらわにしてしまうこともあるんだ。テレビの前で？たくさんの人が見てるってわかってるでしょ？よし、じゃあ今回はテレビの収録でマジギレした有名人5選を紹介しよう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、剣道小林さんのマジギレだ。ケンコバさんね、穏やかそうな人に見えるけど、テレビでマジギレしたことがあるんだ。誰にキレたの？その相手はバイキングの、小峠英二さんだ。ツッコミの名手じゃない。ケンコバさんが怒るイメージもないけど、小峠さんが怒られるのも珍しいよね。事件が起きた番組は、以前 TBS で放送されてた。バラエティ番組、有田チルドレンだ。番組の中でタレントの矢口真理さんがフリップ芸を披露していた際、小峠さんがツッコミを入れて進行を遮ったんだ。するとケンコバさんは、お前今何やってるかって言ったら番組潰してんのよ、と声を上げたんだ。あれれ、ツッコミのタイミング間違えたのかな？さらにお前が矢口ちゃんの立場だったらどうや？そんな入ってこられて、と話は続くぜ。なんかガチな感じだね。そして少しの沈黙の後、わきまえろよと声を荒らげたんだ。ひぃ、公開説教じゃん。これに対して小峠さんの反応は？顔面を硬直させながらすみませんと謝罪するのみだぜ。そうなっちゃうよね。けどケンコバさんもスタジオを凍りつかせるのはまずいんじゃ。ただこれはケンコバさんが小峠さんを追い込んで、笑いを生み出そうとしていた可能性もあるんだ。なるほど、それが変な感じになっちゃったわけね。後日放送された未公開映像では、小峠さんは耳元を刺しながら、未だにこの辺でわきまえろっていうのがリフレインしていますよ、と苦笑いしていたぜ。本気であれ冗談であれ、ケンコバさんの説教は、小峠さんの心に強く刻まれたみたいね。続いて紹介するのは、ビートたけしさんのマジギレだ。ビッグスリーでもあり、世界の北野とも呼ばれる超大御所じゃない。ビートたけしさんをマジギレさせるなんて一体誰？それはお笑い芸人の、畑陽子さんだ。残念、の人ね。そうだ。この事件が起きたのは、2005年にテレビ東京系で放送されたバラエティ番組、たけしの誰でもピカソにて、ギター侍のネタを披露した時のことだ。ちょうど人気絶頂の頃じゃない？そうだな。ギターを弾きながら一般人や有名人を、って言うじゃない？でもあんたなんちゃらですから、残念。と切って笑わせるというネタで一躍時の人になったんだ。たけしの誰でもピカソではどんなネタを披露したの？その時のターゲットは MC であるビートたけしさんだった。畑陽子さんはビートたけしさんに向けて、俺はビート、たけしだよ、映画の監督やってるよ。花火やブラザーも、座頭市これから、いいもん作ってくって言うじゃない、とネタを始めた。そうそうこんな感じだったよね。さあ、ビートたけしさんをどう切るのかしら？でも、あんたの娘は子供作っちゃいましたから、残念、と切りつけたぜ。ビートたけしさんの娘さんは出産してたの？ああ、その当時ビートたけしさんの娘さんはできちゃった結婚で女の子を出産したばかりだったぜ。ネタとはいえ畑陽子さんに大事な娘をいじられ、ビートたけしさんは怒りの表情をあらわにしだした。そりゃ娘をけなされたら、心中穏やかではないだろうね。するとビートたけしさんはスタジオにあった椅子をつかみ、投げつけようとしたんだ。やばいやばい、本気で怒っちゃってるじゃん。急いで共演者の今田耕司さんが止めに入ったことで、畑陽子さんは事なきを得た。だけどビートたけしさん本人ならまだしも、娘さんを切りかかりに行くなんてすごい度胸だよ。だが完全に相手を間違えたな。翌年以降、畑陽子さんの仕事は激減し、ブレイク時には2800万円あったという月収は、5万円まで落ち込む凋落ぶりを見せることになる。もうすっかりあの人は今、状態だもんね。畑陽子さんの露出激減は、この時にビートたけしさんの逆鱗に触れたことが原因とも言われているぜ。ビートたけしさんも寛大なイメージがあるけど、さすがに家族をネタにされることは許せなかったのかな。続いて紹介するのは、平成の武士拳の吉村隆さんだ。
破天荒キャラで売ってるからテレビだろうと派手に切れたのかな。吉村さんがマジギレした相手は、ウーマンラッシュアワーの村本さんだ。実はこの二人は共演 NG で、1年以上も口を聞いていない状況だったんだ。ガチで仲が悪そうだね。何が原因でそんなに仲が悪くなったの？仲が悪くなった一つ目の理由は、村本さんが吉村さんの給料をテレビで暴露したことだ。これはまずいね。自分の給料を暴露するシーンはよく見かけるけど、他人の給料暴露は完璧 NG でしょ。そしてもう一つが沖縄ロケでの出来事だ。二人が沖縄ロケに行った日の夜、吉村さんは女の子をお持ち帰りしたんだ。だがお持ち帰りした部屋には村本さんが忍び込んでいて、その行為を盗撮していたんだ。それは犯罪でもあるんじゃない？そしてお持ち帰りしていたことを、村本さんはいろいろな番組で暴露したんだ。もちろん吉村さんの許可は取ってないぜ。それはさすがに吉村さんも怒るでしょ。ああ、これに堪忍袋の尾が切れた吉村さんは、村本さんに掴みかかったほどだ。そんな二人が1年ぶりに顔を合わせたのが、2017年3月18日に放送されたフジテレビ系バラエティ番組、さんまのお笑い向上委員会だ。大先輩であるさんまさんが間を取り持っての、仲直り企画かしら？そんなところだな。両者の言い分を聞いていくと、吉村さん曰く村本さんが自分の暴露話をするにもかかわらず、村本さんをネタにすると、それには NG を出してくると言うんだ。自分は言うけど人に言われるのは嫌なのね。そして、村本さんは吉村さんについて、腕力はすごいが、トークの腕は全然だと挑発的な発言を繰り出す。芸人としてプライドが傷つくことを言ってくるね。これに対して吉村さんは、漫才はうまい、バラエティは下手くそと村本さんを痛烈に批判するぜ。お互い一歩も引かないね。仲直り企画なんだから歩み寄ろうよ。吉村さんが和解の条件として、誰かの悪口を言うにしても、相手が出演していない番組では言わないと、しぶしぶ提案するも、村本さんは守れないという始末だ。まあ守れない約束はしない方がいいと思うけど、これじゃ拉致が開かないね。それでも村本さんは、吉村さんと仲直りしたいとは思ってるみたいだ。もったいないから吉村、面白いのに、もうちょっと破天荒でいてくれたら面白くなるんやから同期からのお願い、と懇願したぜ。何その上から目線。それお願いっていうか、明らかに挑発しているでしょ。そうかもしれないな。その瞬間、吉村さんは村本さんの顔面にグーパンを食らわせたんだ。グーで言ったの？そうだ。村本さんはああ、と悲鳴を上げて逃げ回り、吉村さんはさらにキックまでお見舞いしたぜ。本当にただの喧嘩じゃん。スタジオは笑いに包まれていたが、吉村さんの怒りっぷりにさんまさんも、吉本の大先輩として言う、お前らもう会うなと言い渡したぜ。さすがのさんまさんもお手上げね。相当溝は深そうだし、当面共演 NG は続きそうね。続いて紹介するのは、ガッツ石松さんのマジギレだ。元プロボクシングの世界チャンピオンじゃない、そんな人物のマジギレなんてめちゃくちゃ怖いわ。キレられたのは、お笑い芸人の陣内智則さんだ。ガッツ石松さんも温厚なイメージがあるけど、そんな失礼を働いたの？ある特番で二人が共演した際、クイズコーナーで同じチームになったんだ。MC のルール説明を一切聞かず話しかけてきたガッツ石松さんに、ツッコミのチャンスだと思った。陣内さんは、やかましいなとガッツ石松さんの頭を叩きながらツッコミを入れたんだ。笑いは成立したのかしら？それどころじゃないぜ。その瞬間、元世界王者プロボクサーの幻の右を食らわされたんだ。拳使うのはまずいでしょ。年齢を重ねてるとはいえ元世界チャンプよ。それだけではなく、肘打ちを食らわせ、キックまで入れたぜ。ボコボコじゃない。そのまま冗談にも程があるだろと怒鳴り、本番中にもかかわらず、いや知らねえ頭きた、と言い残してスタジオを去ってしまったんだ。そのまま収録はストップだ。相当イラッときたんだろうね。収録にまで支障をきたしてしまい、陣内さんも責任感じただろうね。陣内さんも当時は駆け出しの頃で、番組でなんとか爪痕を残そうと必死だったんだ。ガッツ石松さんから食らわされたことで、結果周囲に大きなインパクトを残すことができたと、陣内さんは語っているぜ。すごいポジティブシンキングね。今現在、陣内さんとガッツ石松さんの仲はどうなの？その後、陣内さんが謝罪して、今では仲良くなっているみたいだな。最後に紹介するのは、森三中の大島美雪さんだ。最後は女性ね、どんな切れ方をしたのかしら？2013年に放送されたフジテレビ系バラエティ番組、10匹の子豚ちゃんで、大島さんは、キングコング西野亮廣さんに対して、怒りを爆発させたんだ。
炎上芸人の異名も持つ西野さんね。そんなに大島さんの怒りを買うようなことをしたの？西野さんはツイッターで、大島さんの夫である放送作家の鈴木治さんが手掛けた小説、芸人交換日記イエローハーツの物語について、ちっとも面白くないし、都合よく乗っかる芸人はもっと面白くないですね、と批判したんだ。これまた反感を買うような発言だね。この批判は鈴木治さんを傷つけたようで、大島さんは番組で、旦那を悲しませた西野、お前に言ってやる。キングコング西野、お前な、全然面白くねえんだよ。と怒りをぶちまけたんだ。自分の旦那が傷つけられたんだもんね。怒るのも無理ないよ。その後も大島さんの怒りは止まらないぜ。嫁だもん、嫁はしゃしゃり出るよ。旦那は落ち込んでるんだよ。だったら嫁が100倍怒ってやる。怒りから夫婦愛が垣間見えるね。旦那さんを愛してるのはすごく伝わるよ。さらに、お前の一言をここでちゃんとゼロにしろ。誰も怒らないかもしんねえけど、私は怒るよ。謝罪っつったら丸めてもらわなきゃね、頭、と謝罪を要求したぜ。すごい猛反撃だね。西野さんもここまで怒るとは想定外だったんじゃない？その後騒動は収まりがついたの？後日、アメトークの中で、西野さんと鈴木治さんが共演することになった。その際に西野さんは、両手で顔を押さえて土下座し、人を楽しませないといけない立場なのに、悲しくさせてしまってすみません申し訳ございませんでしたと謝罪し、和解に至ったぜ。よかった。大島さんとはどうなの？鈴木治さん曰く、自分が西野さんのことを許せば妻の怒りも消えるとのことだぜ。そうか、とりあえずはこれで一件落着ということね。以上、テレビの収録でマジギレした有名人5選を紹介したぜ。意外にあるものだね。普段怒るようなイメージがない人もいるし、キレられた人たちはハラハラだったろうね。失礼かもしれないが、視聴者からすると楽しめるんだよな。マジギレの放送後はいつもネットが湧くぜ。そうなんだよね。みんななんだかんだ言って他人の不幸は蜜の味なのよね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。